今日は皆さんにマレー語でプラスの気持ちを表現する便利な言葉を教えるで。Yo! What's going on, 日本？リックやで。日本語ではね、楽しい、楽しみ、面白い、気持ちっていうプラス側の気持ちをそれぞれの言葉で表現できるかと思いますけど、もちろんマレー語の方ではね、それぞれの気持ちに当てはまるそれぞれの言葉があります。だがしかし、マレーシア人の若者たちはね、プラス側のそれぞれの気持ちを一つの言葉で表現することが多いです。というわけで、今日は皆さんにその便利な言葉を紹介するで。早速見ていきましょう。 Let's go!ショーニャオカイドウ。ジャオナオカイドウ。ショーショーショーという単語を使えば、皆さんのプラス側の気持ちを伝えられるんやで。いやー、どうでしたか皆さん。ぜひはね、皆さんはね、マレーシア人と会話する機会があればね、自分のプラスの気持ちを表現したいときに、今日勉強した便利な言葉使ってみてください。ではまた会いましょう。以上、リキやったで。バイ。これが、これやで。ショック。違う違う。